1930年頃の、京城地図日本統治時代の南大門通り、京城府は朝鮮王朝のハンソン府に引き継いで置かれた日本、統治時代の朝鮮の行政区域、現在のソウル特別市にあたる、京城市は誤り、1105年、高来の縮層の代に、南京の建設を始めたのが始まりで、孫の神宗の代に、王都の一つとされ、関陽府と称した。 高来を滅ぼした李氏朝鮮は、海上とハンスンの二都体制を継承し、ハンスン府と名前を改めた。以来、およそ500年にわたって首都であり、その長としてハンフジを置いた。これは、英宗の第二、ハンインと改称され、さらに、元陽元年に不院と改称された。1910年の韓国併合後、同年9月30日に施行された朝鮮。 総督府地方官官制に基づき、形城府に解消され、形軌道の下に置かれた。他方でその長は、封印とされ、これは解消されなかった。また、朝鮮総督府と形軌道長がここに置かれ、半寸府の府域がそのまま引き継がれた。朝鮮半島においての府は内地の地に相当する。よって、しばしば誤って呼ばれるが、形城市という市は、歴史上存在しない。 封印が市長に相当する。また、形状は、王城工城と同じ意味の漢語であって、朝鮮においては、古くから半数を指して使われた、一般名詞の一つであった。1945年8月15日の日本敗戦後もしばらくは、形状の名称が使われた。連合軍軍世紀の1946年10月18日、 軽軌道の管轄から離れて、ソウル自由市が設定され、大韓民国が独立した1948年には、首都ソウル特別市が誕生し、現在に至っている。形状不幸福寺のもの、大半は、町ほらに変えられたが一部に本的なイメージのある、ものは全く別の名前に変えられた。大場寛一1910年10月1日から1912年4月1日。 金谷光1912年4月1日から1919 19年12月4日、斉藤霊3ん1919 19年12月4日から1921年8月5日、吉松の雄1921年8月5日から1923年2月24日、谷滝間1923年2月24日から1925年6月15日、 馬野聖一1925年6月15日から1929年1月21日。松井ふさ郎1929年1月21日から1929年12月11日。関水。部1929年12月11日から1930年12月12日。 安藤家最地1930年12月12日から1931年9月23日、井上清九1931年9月23日から1933年12月5日、伊達四九1933年12月5日から1936年5月、感謝吉国1936年5月から1937年7月、 再起県1937年7月から1938年11月、高橋里志1938年11月から1941年1月、矢野灯籠1941年1月から1942年5月22日、古市新1942年5月22日から1945年5月2日。 ビクタ・セイサブロ1945年5月2日から1945年6月16日、辻カツラゴ1945年6月16日から1945年8月15日金、昭栄1945年8月16日から1945年9月11日離反、上登る1945年10月25日から1946年5月9日、 キング・アキラ・ビ1946年6月30日から1946年9月28日、辻・カツラ1945年5月2日から1945年6、月18日リハン・ボル1945年8月16日から1945年10月24日。 金正へ1945年10月25日から1946年9月29日。ありがとうございます。